どうも、トレス YouTube チームでーす。はい。今回の動画はですね、皆さん、お買い上げありがとうございました。ありがとうございました。先にお礼の方申し上げておきます。はい。ドレスのですね、決算セール。はい。こちら皆さんにね、数多くのドレス商品をですね、スーパー特価でお買い上げいただきまして。はい。で、こちらで売れた商品を、今回は、なんとランキング。おー、いい、楽しい。出させていただきます。はい。で、また、ごめんなさい。一時的にですね、商品がね、品切れになっておりまして、で、急遽ですね、ちょっと2月の末まで、2日間延長させて、開催の方をさせていただきまして、はい、その際ですね、お買い上げいただけなかったお客様に関しましては大変申し訳ございませんでした。またね、次回のね、セールもね、やると思いますので、その際は、ぜひとも注目していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。では、決算セールランキングの発表させていただきたいと思います。今回、部門は2部門、まず1つ目の部門が、特売部門、2つ目の部門が全品 20% オフ商品の部門でございます。はい、まず特売部門からいこうと思うんですけども、はい、特売に何が入ってたか皆さん覚えてますか？ラビット、はいはいはい、ラビットは、ラビット入ってると思う、はい、買ったよっていうのをよう見ました。はい、はい、その他、ゆるキャン、ゆるキャン、はいはいはい、ありましたね。では参ります。はい、はい、特売部門の第3位、コンパクトスクイットギャス。おぉ、そうです、それ何やっすね、それ何やっすね、ちょっと何やっすね、おお、コンパクトスクイットギャスっていうのはですね、はい、イカをですね、まあ、駅でこうかけて最後ね、ランディングする際に足場が高かったりとか水目場で遠い場合ですよね、の時に駅の後ろについてるこういうカンナの大きいバージョンが先についてます。はい、で、それを伸ばしてイカに刺して引っ張り上げるというような、まあ、ランディングツールですね。へぇ、はい、網じゃなくて、そうそう、イカってね、目がでかいじゃないですか。目がでかい、なので、嫌うって言ったら、あ、見えちゃう、見えちゃうんですよ。で、こう逃げたりとかして暴れちゃうんで、うん、逆の方はね、逆にちょっと小さいっていうのもあって、あんまり見えにくいというか、警戒心が上がらない、へぇ、あ、なるほど、うん、っていうのもあって、かけやすいっていうのがあるんで、やはり春イカのシーズンにね、突入するということで、かなり売れまして、はい、はい、通常7480円の商品をなんと今回 50% オフで、おー、はい、ご提供させていただいたところ、はいはい、なんと3位です。イエーイ、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。では第2位、はい、2位、こちらがですね、トランクカーゴミニ、コンテナボックス蓋付きモデルになってます。はい、トランクカーゴの、まあ、蓋付いてるね、はい、K とか最近だったら SUV とかにね、乗せてもらいやすいようなトランクカーゴですね。はい、まあ、キッションの場合だったら、そうですね、今の時期だったらスノーボードのウェアを入れたりとか、そうです。あと、まあ、サーフ行くときね、ウェダー入れたり、そうそう、ウェダー入れたり、ああ、入れてもらってます。あの中でね、着て脱いでをするとね、本当にね、砂が上がらないんで、いいですね、非常にいいです。何名様かでね、一緒に車乗っていくよーっていう場合でしたら、うん、積み重ねてね、トランクなんか入れたりもできます。普通のトランクカーゴだと蓋がないので、うん、上に積むっていうのがあんまりやりにくいんですけど、うん、こちらの商品でしたら積んでいただくことができます。はい、で、お色が確か、ネイビーイエローとブラックの2種類かな、はいはい、こちらの方が、販売いきまして、はい、通常、4400円での販売が今回なんと 40% オフで、はい、発売させていただきました。はい、トランクカーゴって2種類あって、うん、トランクカーゴプラスっていう蓋がないやつ、はい、ただちょっと大きいよっていうやつと、はい、トランクカーゴミニっていうその蓋がついたモデルがあるんですけど、両方ともセール入れてたんですよ。で、トランクカーゴプラスよりもその蓋付きモデルのちっちゃいバージョンが、うん、まあ、かなり売れまして、トランクカーゴプラスとかも結構人気な商品で、福袋に入ってるからこの商品買いますっていう人とかもいたぐらいに、はいはい、結構僕も意外だったんですけど、バッカンとかでうちちょっとまあ有名というか、まあ売れてるものなので、やっぱ入れ物系結構好きな人多いんやなっていうのが僕がなんか得た感想でございます。これがまあ現物なんですけど、大きさがね、右側がトランクカーゴミニで、左側がトランクカーゴプラス、まあ、ちょっとワンピースモデルですけど、だいぶまあ大きさ違うんですけど、まあ、今回は右の方が人気だったっていう感じですね。重ならないですもんね。特価部門、栄えある第1位、はい、こちらがですね、チェストハイウェイダル。あー、やっぱり王道来ますか。王道が来ます、はい、はい、もう皆さんね、もう非常にご愛顧いただいておりまして、
今年もかなり売れております、はい、はい。で、やはりラジアルとフェルト両方売れておりまして、今回がなんと8580円で通常販売というところがなんと 36% お得、安い、非常にお買い得でございます、やっぱりね、あのシーズン的にもね、まあ、サーフ、今ヒラメが釣れる時期とか、そうですね、多分この動画が公開された頃にはもう渓流なんかもね、解禁されてる時期かなと思いますので、やっぱりそういったところのね、お客さんが注目していただいてて、うちの決算セール非常に使っていただいたのかなと思います、はい。でですね、やっぱりね、あのチェストハイブレーダーってうちのね、もう超売れ筋商品になっているので、やはり皆さんにこうね、還元もさせていただきたいなと思いますので、まあたびたびやるセールでね、大体チェストハイブレーダーは福ちゃんがね、大体このぐらいの値段でね、毎回出すと思いますので、今回ちょっともうこの間買ったばっかりでまだいらないんだよねっていうお客様おられましたら、次のこの買い替えの時はまたそういったセールやりますので、その時にご注目していただければ、はい、またその時にポチッと押していただければ、ね、ありがたいですよね、はい、ちょうど買い替えの時ぐらいに、そうなんです、セールまで待とう、はい、いや、いる時はすぐ買ってください。続きましてですね、20% オフ商品の部門に行かさせていただきます、はい、第3位、はい、こちらがですね、記者かなり意外でございます、意外な、はい、何だと思いますか、ロットスタンド、おお、ロットスタンドだね、あ、特売の方、ロットスタンド特売かだと思います、はい、今回ね、なんとね、第3位に入ったのが、はい、ヘビーハンマーです、ああ、そう、まあでもね、あの若干納得もいくんですよね、特売で上田を買っていただいたお客様が、そのままヘビーハンガーも一緒に買っていただいたのセットで、そう、セットで、ね、買っていただいたのかなと思います、納得、納得、納得、いや、これは僕の戦略がね、してるんですよ、おー、先生が福袋で1個入れたじゃないですか、はい、入れましたね、使ってくれたりとかが多分多いんですよ、で、あ、もう1個あってもいいなっていう人が結構おったんちゃうかなと、はいはいはい、やっぱり使ってみると分かるんでしょうね、まあ、マジで、あれは使ってみるマジで、だからまあリピート購入してくれた方が結構多かったと思うので、はい、買ってくれた人はね、ちょっと誰かに使ってみてっていう感じで、ね、うん、そうですね、広めていってほしい商品です、うん、確かにすごく便利商品なんで、ウェダーとゲームベストとかけれます、ね、はい、かけれます、かけれます、十分かけれます、あの重さもね、結構 2-30kg ぐらいまで大会でありますから、ぜひともあのすごく使いやすい商品ですので、一度皆さんご体験のよろしくお願いします、お願いします、お願いします、第2位、はい、こちらも非常に意外でございました、すごいな、ヒント、ヒント、ヒント、新商品、新商品、はい、新商品、私たち持ってます、いや持ってないよ、持ってない、ひっそりと出た、ね、新商品なんです、ラインヤード、エアボーン、ほら、アテナテン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 、あるよね、あるよね、フィッシュグリップを、まあ、止めるためのまあ、ラインヤードなんですけど、これです、はい、正解はこれです、これラインヤード、ここです、ここです、ここです、うんうん、はい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 、1320円が1056円、それは買うよね、買う、そう、うん、そういるし、これつけておくと何が楽かっていうと、魚をね、ランニングした際とかも伸びるので、そのままこう辛くったりとかしたりもできますし、あと高いこのフィッシュグリップをなくさない、まあ、ゲームベストなんかにこうつけていただいて、外した時にしっかり伸びますから、あのしっかりランニングもしていただけやすい、あのあまり邪魔にならないような仕様になってます、はい、こちらが、20% オフ商品部門の第2位でございます、はい、そして、20% オフ部門の栄えある第1位、はい、はい、こちらもですね、はい、上田になっております、あ、上田、ただ種類が違います、違う、はい、先ほどの、特売部門ね、1位はチェストハイウェーダーエアボーンと言いまして、はい、ナイロンウェーダーですね、はいはい、今回の 20% オフ部門に関しましては、クロロプレーン、ウェーダーですね、なるほど、あの冬用のウェーダーが、はい、はい、なんと流行る第1位でございます、イエーイ、両方ウェーダー、ウェーダーです、すごい、通常販売価格14,080円の商品が、はい、なんと11,264円、大体、うん、ですけど3000円近く、うん、そうですね、お安くなってます、非常にお買い得、買いやすいですね、そうです、今回、まあ、このランキングご紹介させていただいたんですけども、先ほどもあのガールの皆さん言っていただいたように、はい、ルアーとかね、ゆるキャン商品、うんうん、こちら非常に売れております、ルアー版に関しましては、はい、私どもの予想の2倍売れております、すごい、はい、ありがとうございます、もうびっくりするぐらい売れております、なんかいろんな声多分皆さんも SNS 上で見たかなと思うんですけど、どうでした、え、ラビットはもうかなりお声いただいてて、うん、本当にアジはもちろんメバル、あとなんかタチウオが釣れるっていう、
情報があったりとか、はいはいはい、皆さん結構楽しんで釣っていただいてるかなっていう感じがしますね。試しに買ってみたみたいな人だったんで、やっぱりその戦略、T の戦略一回使ってみてほしいっていうのがこう聞いてたというか、使ったら分かるっていうのは釣れたかな、釣れたってなって、まあ、お試しセールって名前つけましたからね、はい、そうですね、うん、まあ、あれに乗った人そうここに購入してくれてるから買いました、皆さん自分で買っちゃいました、はい、ここで、キシャンからご報告が一つございます。はい、3月のですね、うん、中旬頃からラビットのフォトコン、おー、いいですね、はい、フォトコンの開催を予定しております。おー、参加したい。期間の方がだいたいゴールデンウィーク前もしくはゴールデンウィーク明けぐらいまでの開催期間を予定します、うん、約2ヶ月ぐらいですねをご予定させていただいておりまして、はい、もちろんドレスのですね、独断の偏見でですか、はい、うんうん、商品賞、まあ、言うたら優勝とか、うんうん、福ちゃん賞とか、うんうん、まあレディース賞、キッズ賞なんかもね、うん、ちょっと考えております、はい、ことをですね投稿していただきますと、こちらの方で選考させていただきまして、豪華景品をプレゼントさせていただくような、はい、フォトコンの方開催させていただこうと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。じゃあラビットを購入していただいた方は、そうですね、今調光に行って、はい、いっぱい写真を残しておいてくださいね。そうですね、もう非常にね釣れるんで皆さん知ってほしいなっていうのもありますから、うん、第2弾みたいな形でね、はい、お試しセールの次はフォトコンの方開催させていただこうと思ってますので、ぜひともよろしくお願いします、はい、審査員誰なんですか。審査員はねまだ決まってません。え、ガールも選びますか。ガールも選びましょうか。決まった、はい、まあ、じゃあ審査員にこびった写真をあげていただきたい。楽しい。これはこびていただいて景品のね、内容に関しては、うん、候補期待していただいて、はい、はい、ちなみに言うと高いよ景品、はい、そう、それだけは言ってよ、はい、高い、そんな安くない。安くない。これは安いって言うってかなりじゃない。え、現金。ダメだよ、それはダメだよ。ドレス製品ですか。いや、ドレス製品じゃないよ、うん、ドレス製品もある、あるんだけど、はい、あ、もちろんもちろん。なるほど、はい、え、それって参加できますか。いや、できるけど落とすね。ですよね。で、あとゆるキャン商品なんですけども、はい、今回のね、決算セールで非常にお買い上げいただきまして、とうとうね売り切れ商品が非常に増えてまいりまして、在庫がかなり少なくなっております、うん、コラボ商品でですので、もう本当にこの在庫がなくなりますと再生産の方を行いませんので、はい、あのぜひともね、あのゆるキャン好きの方、またキャンプ好きの方で、あのドレスとゆるキャンのコラボの商品欲しいよっていうお客様おられましたら、お急ぎでですね、まだ在庫ある商品ございますので、はい、ホームページの方ご確認の方よろしくお願いいたします。お願いします。ではね、今回のね、決算セールの方、うん、本当に皆さんお買い上げの方いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ドレスはですね、はい、毎年2月が要注意の、かなり見ていただきたいセールが毎年必ずございます。はい、そうですね、前日に買ってしまって、はい、あら、半額やんっていうことにならない。やってもらったわーいっていうのがね、絶対ありますから、はいはい、あの皆さん、2月のお買い上げの際は、本当にちょっと、はい、あの我慢してください。はい、必ずセールやりますので、はい、で今年以上のセールを来年はなんとか、はい、福ちゃんが考えると思います。頑張って部長、はい、部長が頑張りますので、はい、ぜひとも期待してお待ちください。はい、で年内ね、まだまだね、あのいろんなセールを打つと思います。皆様にですね、あのドレス商品をいっぱい買っていただきたい、普段からね使っていただきたいっていう思いもありますので、ぜひとも今後もドレスの、オフィシャルサイトの方注目していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。また見てね。バイバイ。部長、海に行きましょう。お待たせしました。これが私の勝負服、ドレスのウェーダー。